家田翔子チャンネルへようこそ。今日も、素敵なお衣装で素敵な方、お呼びしております、カイシャドウさんです。都市伝説テラーでありまして悪魔研究家でもいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。再びよろしくお願いいたします、はい、この動画はですねコラボでやっております、カイシャドウチャンネル、こちらの方もぜひご覧ください。前回はもう非常にもう心配になってしまうような怖いようなそういう都市伝説を伺いました。で今回はどんなお話を早速していただけますでしょうか。はい、今回はですね、うん、僕が実際に聞いたお話なんですけども、はい、あくまでも都市伝説として聞いていただきたいなと思います。ね、よくコメントに都市伝説に逃げるなと。でも都市伝説です。そういうコメント、はい、いただきますが都市伝説ですね。都市伝説。はいはい。でこれはですね、大体今から17、18年前、2007年ぐらいのお話なんですけども、はい、その時私はベンチャー企業で働いておりまして、はい、でまあ社員でやってたんですけども、はい、アルバイトの子たちも結構いたんですよね、はい、で大学生の学生さんが結構いらして、はい、まあ、その中にまあめぐみさんというね、まだ大学生で、はい、まあ、就職はもう決まっていて、はい、あとはもう卒業するだけという、もう女性がいたんですよね。で会社の飲み会でたまたまこう隣に座って、はい、まあ、お話をして、まあ、仕事の話ですとか、はい、まあ、いろいろなね将来どうやりたいですとかっていうお話をしてたんですけども、うん、なんかたまたま僕がこう UFO が その時ね自分がこう好きで、はい、UFO って信じるみたいなことを聞いたんですよ、ね、はい、あ UFO 私信じないけどそういう話は好きですよっていうことを言ったんです、うん、あれオカルトとか好きって言ったらいやそういうのはダメな苦手なんです、うん、で言ってあダメかと思ってあその飲み会は終わったんですけども、その帰りに、はい、そのめぐみさんが話しかけてきて、はい、先輩私怖い話はあんま好きじゃないんですけども、ただまあ、信じてもらえないかもしれないんですけども怖い話あるんですよねって言って聞かせてもらったんですよね、はいはい、でそのめぐみさんは当時まあ大学生だったので、はい、まあ、22歳ぐらいですよね、はい、でめぐみさんは東京に住んでたんですけども、はい、東京に実家もあって、はい、もともと、まあ、地方に住んでたらしいんですよね、地方でちょっと場所を伏せますけども、はい、小学校1年生か2年生の時に妹さんもいらして、妹さんはまだちっちゃくて、まあ、4、5歳だったのかな、はい、で一緒に公園で遊んでたらしいんですよね、いろんな遊具ですとか、はい、砂場ですとか、はい、まあ、遊んで、まあ、お姉さんなんで、はい、まあ、面倒を見ていた、はい、妹がこう一人で砂場で遊んでいたのでちょっと休憩しようかと思って、はい、近くにベンチがあったらしいんですよね、近くのベンチにこう座って休憩していたらしいんですけども、ふっと隣を見ると黒い本が置かれていたらしいんですよね。本真っ黒の、もうハードカバーの真っ黒の本、はい、なんだろうと思ってパッて見るとめぐみの日記って書かれていて、生年月日が書かれていて、全くめぐみさんと一緒に、はい、で名字はちょっと仮名にしますけど、鈴木めぐみの日記、はいはい、で生年月日書かれていて、こうめぐみ生まれたよって、お母さんが抱っこしてくれた、嬉しかった、でまた日にちを置いて、今日はお父さんが抱っこしてくれてとても嬉しかったという箇条書きで、はい、めぐみさんの今までの体験が載ってたらしいんですよ。何これ気持ち悪いで、幼少期っていうかめぐみさんが幼稚園の頃ちょっと階段から転んで腕を骨折したことがあったらしいんですね、はいはい、そのことも何月何日めぐみ転んじゃった、骨折っちゃった、痛かったって書いてあったらしいんですよ、はい、何これ、怖いって思ったら、めぐみさんのお母様が来られて、はい、うん、もう帰るよって言いに来たらしいんですね、はい、でお母さんがこの本を見て、
だあと何持ってんの、って、いやお母さん怖い本があるって言ってそれを見せたらしいんですよ、でお母様は持って、何これ気持ち悪い怖いわねって、でも、これめぐみあんたいつ書いたのって言われたんですらしいんですよね、はい、ということはめぐみさんの筆跡だったらしいんですよ、そうなんですか、めぐみさんの明らかに筆跡で書かれたので、でもめぐみ書いてないこんな本知らないよって、でも赤ちゃんの時も書いて、赤ちゃんの時も書かれているので、書けないじゃないですか、でも怖いこれ気持ち悪いわって思って、じゃ捨てなさいよって公園のゴミ箱に捨てたらしいんですよね、でそれからめぐみさんたちは、地方から、東京に家族ごと引っ越しをしてくることになるんですね、あのお父様の仕事の関係、でそれはあの持ち家をもう購入したそうなんですよ、新築の家ですね、一軒家で、で引っ越しの当日もうすごくもう自分の部屋もあるんで、テンションが上がって、上がっていったそうなんですね、玄関入ってうわ新築のすごい匂いがして、で当時は高校生だったらしいんですよね、リビングあすごいやっぱ新しいここで生活できるの嬉しいじゃん、めぐみの部屋は2階だからちょっとチェックしておいでって言って、2階に上がったらしいんですよね、あここがめぐみの部屋なんだわすごい、広さもいい感じ で、でよく考えていたらしいんですよね、あここにベッドを置いてここに机を置こうかなみたいな、であクローゼットもあるクローゼットいいねここに洋服いっぱい置こうと思ってクローゼット開けたら、そこに黒い本があったらしいんですよ、でもおかしいんですよね、新築の家に、そんな黒い本があるわけがない、でそしたら黒い本見た瞬間、昔の記憶がこう蘇ってきたらしいんですよね、見たらめぐみの日記何月何日めぐみ生まれたよってあの時しかも地方で読んだあの日記そのままだったらしいんですよ、見てその何月何日めぐみ階段で転んじゃって骨折した痛かったよみたいな、そこからまためくっていくと、今までのこの引っ越す前の話と載ってたらしいんですね、めぐみ高校生に何月何日に入学した、嬉しかった友達ができた、でも何月何日友達いなくなっちゃったって書いてあるんですよ、で友達がいなくなっちゃったっていうのは友達が事故で亡くなったらしいんですよ、その日にちが書かれていたらしいんですよ、いや気持ち悪いって、もうこれはもう捨てよう、お母さんたちも何も言わずに捨てようと思ってもうゴミ出しに出したらしいんですよね、で、新築の家をもう家具も揃えて生活をしていったらしいんですけども、でそこで受験があって高校に17歳だったんで、受験勉強に追われていて、でふとある日家の中を片付けているとまたクローゼットの中に捨てたはずの黒い本が出てきたらしいんですよ、何これ、もうさすがに気持ち悪くなって、でもやっぱり中身見ようかと思ったら、やっぱりめぐみの日記って書かれてる、でバーってめくると、やっぱり自分が体験してたことが自分の筆跡で書かれてる、で大学受験をもう控えてるんですけども、このことも書いてあるのかなと思って見たんですけども、明らかに未来のことです、何月何日めぐみ〇〇大学に合格した、嬉しかったって書いてあるそうなんですよ、でもめぐみさんが受験しようと思っていた大学じゃなかったらしいんですよ、そうなんですか、偏差値の関係でその大学受けたかったんですけど、担任からちょっとここはギリギリだからちょっとランクを落としてこの大学にしなさいって言われて、その大学に向けて勉強してたらしい、でも今までのことはあって確かに不幸なことはもある、おばあちゃんが亡くなったことも書かれていたと、おばあちゃん亡くしたそうなんですけども、でもこれ全部当たってるからもしかしたらこれ本当になるのかもしれないと思って、そこから半年間受験の期間があったらしいんですけども、猛勉強してその大学に合格したらしいんですよ、
この本は悪いことだけじゃない、ね、もしかしたらいいことだ、うんうん、でそこでまあよかったあの一応これは置いとこう捨てずに捨てても毎回ここに現れるから、うん、気持ち悪いけどって、うん、お払いとかそういうことを考えなかったのって聞いたんですけども、うん、いや私そんな霊的なこととか全く信じてないんだよ、はい、ですよねって、はいまあ、その子はバリバリの理系の女性なんですよね、はい、ですので全然そういうことを信じていないので、はいまあ、捨てずに置いといたそうなんですよね、はい、である日まあ、大学生になって、はい、その時にパッと思い出して、あ、そうだ、私クローゼットにあの黒い本置いてあるよねと思ってちょっと読んでみようと思ったら、やっぱりあの大学入った以降のお話が自分の筆跡で書いてある、はいはい、もちろんそんなことは書いた覚えはないということで、はい、わーってめくられていったら大学を卒業する卒業以降どこどこに就職する、はい、めぐみ就職し決まった、はい、嬉しかったみたいな箇条書きですけど、はい、ずっと書かれていて、はい、で自分がいくつで結婚する誰でも名前も記載されていたりしますよ、はい、何々さんとの出会い、はい、そして何々さんとお付き合いする、はい、何々さんと結婚して何月何日みたいな、はい、ずっと、まあ、自分の歴史が書かれていたらしいんですよね、はい、じゃあ僕は聞いたんですよ。でそれはめぐみさんの個人のことだけ書かれてたのって、うん、あそうなんです基本的にそうなんですけども個人が体験して思ったことも書いてあったっていうんですよね、はい、例えばどんなことってそれが大震災のこととかどういうことって言ったらその黒い本には、はい、あの大震災2011年、はい、3月11日、うんとても揺れた怖かった死ぬかと思ったみたいなことを書いてあったらしい、はい、これ何予言書、いやでも私そんなの書いた覚えないんですって、はい、他に何か書かれていたってこれは私は自分でも絶対に信じたくないんですけどもでも本当にそう書かれてあったんですって言って聞いたのがあるところで記載が終わってあとは真っ白だったらしいんですよ、はい、本なのにも関わらず、まあ自分の筆跡で書いてあるんで、はいまあ、それはあり得る話なんですけども、はいはい、それが2054年9月21日燃えたみんな燃えた熱いみんないなくなっちゃっためぐみもいなくなっちゃった地球なくなったって書いてあったらしいんです、うん、僕の中でオカルト大好きなんで終末予言なんて、うん、いや私そんなの全然信じないからっていうことを言ってたんですけどじゃあちょっとめぐみさんその黒い本見せてもらっていい、うん、でそんな作り話をするような子でもないし理系なんでそんな作り話ができるような子でもないんですよ、うんはいはい、まだ大学生だったんで、先輩にだけ見せますねって言ったらやっぱり言われたようなことが全部書かれてたんですよ、はい、で嘘を言ってるように見えないし、うん、ハードカバーで自分が書ける真っ白なこの無地の本って売ってるもんなんですかあれ。いやそんなのはないですね。ないですよね見たこともないですし、で確かに2054年9月21日、はい地球なくなった30年後めぐみもいなくなったって書かれていたんですよ、はい、でよく今都市伝説業界で言われてるのが、はい、2025年何かが起こるよく言われますね、はい、私はですねこの話をもう2007年の段階で、はい、もうめぐみさんから聞いていたんで、滅亡の始まりは2025年ではなくて2054年じゃないかなと。うわーもうゾッとしてしまいました。めぐみさんはなぜ選ばれたんでしょう。なんででしょうかね。確かにねちょっと変わった子ではあったんですよね、はいはい、不思議なことを言うことではあったんですけども、まあ、一緒にあの社員の子一緒に、はい、このめぐみさんも一緒に食事行こうかって言って、はい、こう横断歩道を渡るとき、はい、車が走ってたんですよ。あの赤い車事故起こしちゃうって言ったら、はい、その事故起こしてるの、はい、
あのガードレールに突っ込んでいったりっていう、なんか不思議なところは今考えたらありましたけども、ただ本人はあくまでも理系なので、そういうことを全く興味ないし信じていないということは強く言われました、ね、これはコラボでやっております。会社道チャンネルもぜひご覧ください。江田翔子チャンネルでした。ありがとうございました。